I can see it in your eyes. Oh yeah. But there is no need for sorrow, 'cause I will be with you every second of my life. Sometimes it's just another day to get through, but it's not easy when you're blind from the truth. その滝キャンプ場を運営している会社の統括マネージャーの和田さんに来ていただいております。よろしくお願いします。今日はあのキャンプ場の PR を兼ねてちょっとお話しさせていただこうと思います。で、今回こちらのカレーを販売するということになったので、ちょっとこちらの紹介してもらおうと思います。実はですね、この地方でこのワイヤーレモンという、はい、みかんとレモンを掛け合わせた、みかんとレモン、はい、とてもジューシーなレモンがあるんですけども、はい、このレモンを使用した、はい、ご当地カレーっていうのを、この地方庁で作りまして、すごい今度発売しようと思っております。、はい、いやカレーとレモンって、はい、相性は合うんですかね。そうなんですね、はい、非常にねさっぱりとした味わいになっておりますんで、はい、鶏肉を利用使用して、はい、はい、鶏肉で、はい、へえ、なんでこう何杯でもいけちゃうような、はい、そんなカレーになってます。飲み物ですねカレーは、はい。へえ、いや気になりますレモンはちょっと、へえ、いや売店の方で、はい、このマイヤーレモンのスパイス売ってたのを見かけたんですけど、はい、これもこちらオリジナルです。そうなんですよ、まあ、各、ね、いろんなところでも今ね、キャンプ場でスパイス流行ってますけども、はいはい、私たちもそれで、はい、キャンピングスパイスということで、このマイヤーレモンを入れた、はい、オリジナルのスパイスを作っておりますので、それもね、めっちゃ気になったから、はい、私1個あれもらってきたんです。これ、はい、これをちょっと晩ご飯に使ってみようと思います。はい、ぜひぜひ使ってみてください。はい、いやマイヤーレモンのシリーズ気になるので、はい、皆さんもし機会があれば販売してるのを見かけたら、はい、購入の方お願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、ファイティアチャンネルママです。今日は季節の滝キャンプ場に来てます。まあいろいろあって設営、はい、ちょっとこんな時間になっちゃいましたけども、オープニング遅くなりましたね。うん、まあでも盛りだくさんの内容が詰め込まれたキャンプ場です。もう見ての通り滝がもうすでにライトアップされてめっちゃ綺麗です。標準レンズなんで綺麗に映りません。なんとハプニングがあってね、前のキャンプであのレンズを破壊してしまいました。今絶賛修理中です。修理中です。このタイミングで、ここはね、テントサウナがあるんですよ。結構賑わってたな。そう、テントサウナ目当てでこう来て、うん、川に飛び込んでる人もいっぱいおったから。若い女の子もちらほら。そう、水着で。もう水着で、この季節に水着はもう斬新やろ。斬新、うん。夏とか結構川で、川遊びとか賑わうみたいなんで、夏も来たいですね。めっちゃ綺麗やな、でもほんまに。うん、綺麗。すごい整備された。うん。ほんまに高規格も高規格。最近高規格だらけ。高規格。確かに。まあ、冬はやっぱ電源がいるよね。うん、今日はもう寒いからお好みスタイルで
だからもう今めっちゃ寒いです。こんな時間になってしまったから。うん。あのマッシュ君がくれたお刺身食べてゆっくりしましょう。早速晩ご飯作っていきましょうか。はい。じゃあレッツゴー。レッツゴー。おでんか餃子の鍋か。どっちがいいですか。どっちがいい。お姉ちゃん。おでんか餃子の鍋。餃子の鍋。はい、餃子鍋で。餃子ゲッチャゲッチャ。じゃあ、そしてニューギアフラテリートさんで購入したフォアウィンズの、まあ言うたら岩谷さんの。そう、岩谷さんの。何だっけ。ガスコンロっすよねこれ。ガスコンロの名前ない。マーベラスの。あ、そうそうそう、マーベラスの。もうあの岩谷が黒くしちゃってますよっていう、はい、のフォアウィンズのガスコンロでーす。はい、どーん、すごい。お鍋やから外しますか。外しちゃいましょうか。うまいねー。よいしょ。はいはい、めっちゃ便利。どんどん作っていこう。作っていきましょう。餃子鍋。はい、餃子オンリーの鍋です。ただ餃子を、そう、ただ餃子を楽しむ湯がく。チャカメカファイヤー、すごいスムーズ、着火がスムーズ。いいね、これ五徳がすごいしっかりしとってめっちゃ良くない。めっちゃいい。重いもんでもいける。もう開いたんちゃう。早ない。早っ。いや、全然沸いてないで。全然沸いてない。どこ見て沸いた言うた。シンプル餃子鍋。シンプル餃子鍋。はい。シンプルイズベストっていう言葉があるぐらいからな。そうそう。餃子鍋はもう餃子だけでいいんすよ。スパイスはね、いっぱいあるから。そう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 。ジンジャーエールもあるから。ジンジャーエール。これとか、あ、合いそうよ。あるたっぷり。お、早速。うん。これ。マイヤーレモン。入ってる。スパイス。これかけて食べましょう。食べましょう。はい、パパティアオさんの、パパティアオさんのあのめちゃくちゃ少ない唯一の数少ない、数えるほどしかいない、うん、お友達の一人のマッシュさんからいただいたこちら、オープン。じゃーん、わやばい。いかいかいか、ありがとうございます。海が近いからめっちゃ新鮮らしいです。うまい。めっちゃ美味しい。あ、全然臭くない。え、そう、いや怖い。さすが、めっちゃ美味しい。まさかキャンプでこんなに豪華な刺身をいただけた。ほんまありがとう。出会いに感謝。出会いに感謝。ここへ命に感謝。まさしく命に感謝。うんうんうん、いただきます。かなりくる。うん、やばい、やばい、弾力がすごい。イカどうやった、ふーちゃん。めっちゃ美味しいけど、わさびが。やばい、つけすぎた。いや、弾力、これもう味わったことないで、この弾力。イカうま。美味しい。めっちゃ美味しい。じゃあ私もいただきます。え、イカじゃない。食べたね。いただきます。どうぞどうぞ、食べてください、パパさん。Thank you.
生まれて。なあ。数えれるほどもいない。片手で。片手で足りるぐらいしかいない友達と会えて。美味しい刺身食べて。お刺身美味しすぎた。高規格のキャンプ場でな。うん。最高です。キャンプと YouTube やらせてみてからいろいろ変わったよね。人に接するあれだね。そう。そういういろんな意味でやったらすごいよね、キャンプって。YouTube もそうやけど。最近 YouTube やっててよかったなって思うもんね。お前今。続けてよかったなって。うん。もうこれ最後のマシュマロ焼いたらあれな、小物な。快適空間でゆっくりしよう。明日早起きじゃなかった。出はるの一組ぐらい。あ、まあでもこっち側うちらともう一組だけか。朝ごはん作りつつ撤収ちょっとずつしていきましょう、うん、はい。友達のお友達である統括マネージャーさんの和田さん、キャンプ場のね運営してる、うん、いやほんま来ていただいてありがとうございまし た, ました。何も知らずに呼んでくれるいやめっちゃあのいいキャンプ場で、和田さんもいたやったな、うん、ジャックしてもらって、ほんまに今度はねあのちょっとサウナテントも入ってみたいし、滝にも打たれてみたいし、今回ちょっと装備がもう不完全すぎて水着もないし、まあ、夏来たら川遊びもできるから、ステージもめちゃ綺麗やし、そうほんまに普通のなんか家に家キャンプ場の近くの家なんやコテージやった、うん、値段的にもめっちゃ安い、安い、うん、3000円、そうで電源付きで4000円か、めっちゃ安いんですよ、そうコテージもなんか1泊7000円で、うちが泊まったとしたら大人1000円プラスで子供が500円やからちょうど1万円かなっていう、コテージで、コテージが、うん、安いと思う、あの綺麗なコテージでシャワーもついてるみたいな、だから、うん、ぜひ皆さんも機会があれば季節の滝キャンプ場に来ていただけたらなって思います。
滝もライトアップすごいし、滝の目の前でキャンプできるってそうそうないと思うから、ぜひ来てください。今回の動画は終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。竹尾ママでした。次のキャンプ場でお会いしましょう。次のキャンプ場でお会いしましょう。